こんにちは、ジャズのインストラクターの結城彩です。今回の曲はアンコール、夜遊びのアンコールという曲で作ってきました。今回の曲も女性の声なので、しっかり体引き上げて高い音を表現するときに高いところ、低い音を表現するとき、裏の音を表現するとき、しっかり下を踏むようなイメージで、音楽をしっかり聞き分けながら表現できていけたらなと思います。手も繊細にしっかりガーとかグーとかじゃなくて繊細に使っていけるように、ちょっと指先まで意識しながら今回はステップアップしていけるように頑張りましょう。よろしくお願いします。そしたら最初、一番最初から説明していきます。両足肩幅、お膝は前で大丈夫です。パラレル2番の状態で立ってください。そしたら7-8で右手を内側に入れていきます。でその時に見づらいんですけど、かかとを内側に入れたいです。右のかかとを内側に入れながら準備して、左手を突き刺します。その時に左足、見てばかりだように、こう内側を入れた右足軸にして左足を刺します。そしたら1-8で両膝をカクンって抜きながら8-1-8、肘も軽く曲げてください。1-2またら左手で目を押さえます。両足まっすぐに戻したら、右手横からまっすぐ上げてきて、指先ピン、小指がどっか行っちゃう、前向いた状態で上がってきます。1-2-3で上げます。4から、この到着した瞬間から左にうー回転していくんですけど、 1-2-3-ウィーン動かしながら行ったら、右足にこっそり乗ってきます。5で右手と左手を入れ替えて、また視界を閉ざすようにしてください。6で左に塗ります。7で両肘を開きながら、右足遠く、膝がインにならないようにしっかり膝ちょっと外にしながら、7-8で右足を曲げて後ろにつきます。その時に左足曲げます。起きたら左足遠く、右足パスしながら右手横、左手斜めにして、1取ります。2-8で左足にまた戻った時に、両手はここから丸を描くようなイメージ、右足遠く回しながら、また後ろに置いて、そのまま左に1個シェネします。回ったらもう1回左足ついて、またここの同じポーズなんですけど、そのまま半回転後ろに回ります。5-4来たら、右足ついたらクロスで右手横、左手上、左足横、7で横に開いていきます。5-4-9-7-8、斜めを作りたいんだけど、この時にかかとついたりしなくていいので、かかと上げたまま膝を上げて7-8です。頭からいきましょう。 1-2-3-ウィーンして5で入れ替えます。